マッチ棒パズル、正しい等式を作るノートレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると 2+7=9 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると 6-4=2 となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると 12-7=5 となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると 90÷15=6 となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は6×12=9×8=72 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は81+24-11=94となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。